はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はこちら、前回ですね、使い勝手インテリアエクステリア編をお届けしてまいりましたけれども、ジープのレネゲード 4xE の一般道試乗をお届けしてまいりたいと思います。今日はですね、エンジン出力2種類あるんですけれども、低いグレードの方からお届けしてまいりたいと思いますけれどもね、低いとは言いつつ一般道ですので十分かなとも思います。皆さん今日もぜひ最後までご覧ください。それからチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、それではですね、こちらアリミテッドの試乗をしてみたいと思いますけれども、こちらですね、出力が2つあって、リミテッドの方は 191PS、 もう一つの高出力バージョンは 239PS ということでですね、パワートレインとかパワーユニット全く構成は同じなんですけれども、出力が分かれているということで、実はこちらのリミテッドの方が航続距離が長いので、航続距離重視の方はですね、こちらを選ばれるのもいいかなというふうにも思います。それでは早速試乗してみたいと思います。雨が降ってきたよ。いや、気持ちいいですね。やっぱりね、ちょっとこう最近電動化モデルに乗ることが非常に多いんですけれども、もうこのレネゲードってね、もともとその内燃機関のやつはですね、結構重厚な手応えのあるどっしりした車なんですよね。で、キャラっぽい外見と、そこがちょっとこうね、アンバランスというか、いい意味でギャップになっていて、あれ？めちゃめちゃポップな外見なのに乗ったら結構しっとりしてるじゃんみたいな車だったんですけれども、この 4xE に関してはかなり軽やか。全然キャラが違います。今、横浜に試乗ルート取っていただいたんですけれども、横浜市内って実は信号のつながりがすごく悪くて、ストップ&ゴーがめちゃくちゃ多いシーンなんですよね。で、そんな中でやはりこの電気のモーターのですね、瞬発的なトルクはかなりね、ストップ&ゴーに有効で、本当にね、滑り出しがすごくいいので、スタートダッシュがすごくいいので、信号グランプリの時に絶対競り負けないっていう優位性はかなりあって、結構ね、すっきりと走れます。気持ちいいですね。で、やっぱり最近の電気ものみんなそうなんですけれども、車両重量の重ったるさを感じさせないために、かなりね、軽やかに味付けをするんですよ、ハンドルの。で、それがまあこの 4xE にもちゃんと有効になっていて、非常にね、すっきりしてます。めっちゃ軽いハンドル。だから内燃機関ものでちょっとこうハンドル重いなとか、操作がちょっとこう重厚だなと思った人はですね、この 4xE に乗ると印象がもう180度変わっちゃうこと受け合いですね。すんごいスイスイレインチェンジできますよ。で、それもやっぱりね、今回このパワートレインがですね、 1.3 リッターのガソリンエンジンと、それからまあ独立したモーターを搭載しているんですけれども、2機のモーターと、それからまあバッテリー、それから6速のトランスミッションというものを組み合わせたハイブリッドシステムになっているんですが、最大48キロまでですね、航続距離があると、モーターだけの航続距離があるということで、もう一般道ではほぼ EV として使えちゃいます。まあ、48キロなので、いわゆる電気自動車バッテリー EV に比べたら少し少ない感じはしますけれども、その代わりですね、そのバッテリー使い切ったらガソリンエンジンとして、ハイブリッド車として走れるということもありまして、航続距離というか、走行距離では、そんなに心配することは何もない、普通のガソリン車としても走れちゃうんですけれども、48キロも走れちゃうので、日頃の走行距離のね、頼りがいとしては、スーパー行ったりとかジム行ったりとかするぐらいにはもう十分かなという感じもしますね。で、街中ではそのバッテリーの走行を、 EV としての走行を今すごく楽しめているので、まだガソリン走行は1キロも走ってないので、かなりね、そのスムーズにぐいぐいと電気自動車のいいところだけを感じながら今走行しているっていう感じですね。で、低出力版ですけれども、街中走るにはもうこれで十分です。これ以上にですね、パワフルさも、もう元々パワフルですから、全然いらないという感じに思えます。でね、やっぱね、すごい剛性感が高いんですよね。このハンドリングの軽やかさに対して、非常にですね、足は硬いというか、割とね、しっかり締まった足が入っているなっていう印象なんですけれども、で、これはですね、重量が重いので減衰を高めて底つき感をなくしているのかなっていう個人的な推測。これぐらいこうバネのこうレートを上げておかないと、
ゴツゴツしちゃうのかなっていう感じがするんですよね。なので、まあちょっとこう内燃機関に比べてかなりサスペンション、あの固めのものが入っているんですけれども、だからといって不快かというとそうではなくて、やっぱりね、あのバッテリー入っているハイブリッドシステムとかプラグインハイブリッドシステムが搭載されている分、フレーム強度がすごくて、こうよれとかねじれとかがないから、段差に入った時にパンってこう跳ねるようなね、こうちょっとこうサスペンションで受け止めきれてないようなところはあるんですけれども、それをフレームがガシッと受け止めるので、意外とね、その剛性感を感じるというか、非常にね、結果カッチリしてるやん、この車みたいな感じの印象に思えるというね、そういう仕上がりになっています。これもちょっとね、面白いところではあります。こういう風にくるって曲がっていくところとか、まあトルクの途切れ目がね、EV ないので、非常にね、面白いです。で、しかもこの背の高さでしょ？で、このパッケージでこの見渡しの良さ、ヒップポジションがすごく高くてショルダーラインが低いので、めちゃめちゃ見渡しがいいんですよね。だから結構スイスイ走れて気持ちいいっていう感じはすごくあります。キュイーンで走っていける、めちゃめちゃ面白いですね。ちょっとこう思った以上に走りがキャラっぽいというか、とてもユニークです。では後部座席見てみたいと思います。雨降ってきた。よいしょ、やばとよいしょって言っちゃった。もう毎回言っちゃうね。はい、というわけでですね、それどうでもいいので、はい、リアシート行きたいと思います。めっちゃ腰高。あれ、なんかさっき私ラゲッジから見た時こんなに腰高いと思ってなかったのに、すごい前の見渡しめっちゃいいですよ。結構よく見えます。はい、そして窓が大きいので、まあこれはね、あの内燃機関のガソリンエンジンの方のレネゲードでも思ったんですけれども、ここまでね、この頭の後ろまで窓があるので、すんごい開放感あるんですよ。あの外から見た以上に結構いい感じにスペーシーなんです。で、膝前もこれぐらいあるんですよ、ちゃんと。で、ちゃんとこうね、USB もついていて、これ私のドラポジのまんま、すんごい広い感じがしてしまう。対してシートはちょっと小ぶりだなと思ってます。前のシートはすごいたっぷりしてるのに、後ろ意外とこんな、なんだっていう感じではある。結構あのベンチっぽいというか、で座面も短めです。はい、こんな感じです。シートベルトすると、さらにその、ちょっとこう背中のゆったりさがこう際立っちゃうんですけれども、後ろは本当にフラットで、あの結構凹凸がないシートが作られているので、体のブレはまあちょっとこう自分で何とかしなければいけない、自分ジャイロで何とかしなきゃいけないっていう感じはするんですけど、あとここもすんごいフラットなので、こう座りがいいというよりはこうベンチみたいにちょっとこう腰掛けるみたいな感じのイメージです。ただこっち方面の視界はもう抜群に良くて、で、まあ、さっきも言ったんですけど、ここにもね、ちゃんとこう、視界の向こう、頭の後ろにまで窓があるので、非常に明るいんですよね。だから、すっごく開放感があって、あの圧迫感が全くない。で、前方の屋根もね、すんごい高いんですよ。めちゃめちゃ開放感ありますね。これはもう外から見る以上だと思います。明るい、広い、頭広い。ね、なんか余裕があります。圧迫感があんまりない。ただね、こう運転席は結構しっかりアジャストできるんですけど、助手席側に座ると肩がだいぶね、あの高さが違うので、まずちょっと印象が違うかもしれない。まあだからここがファーストクラスかなっていう感じかな。 1,2,3 でしょうね。で 4,5 っていう重先順位かなっていう感じがします。まあとにかく見た目以上でした。これはもうガソリンエンジンの方もそうなんですけれども、レネゲードは意外と後席がいいです。うん、はい、というわけで今日はですね、もう皆さん取材を精力的にされているんですけれども、この横浜のハンマーヘッドにおきまして、こちらジープのレネゲードの新しいプラグインハイブリッドですね、 4xE の一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ試乗してみてくださいね。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。